年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。本日のゲストは明治天皇の元尊であらせられる武田恒康先生です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。めっちゃ緊張してます。いいえ、そんなそんな。私のおじいちゃんがご親戚に大変お世話になっておりました。はい、以前ね、お聞きしましたけど。はい。この衛兵やっておりまして、はいはい、本当にお世話になりまして、私のおじいちゃんの軍歴紹介もさせていただいたんですが、そうでしたね。昭和天皇が葉山のご予定にご静養に行かれるときに警備に行かせていただいたりとか、おっしゃってましたね。大演習の時も警護でうちのおじいちゃんが行かせていただいて、はいはい、本当お世話になりまして。こちらこそ、ありがとうございます。めっちゃ緊張します。私、自分のオンラインサロンの八重洲イブニングラボでね、はい、日本人を日本人にたらしめる3つの要素っていうのをてるんです。いつも何でしょう。これはこの3つを大事にする人が日本人ですと、うん、でまず1つが天皇陛下、ね、そして2つ目がお天道様、はい、3つ目がご先祖様と。天皇陛下、お天道様、ご先祖様を大事にする人は日本人ですよと。青い目の日本人みたいに言われる人もいますけど、ニコラス・ペタス選手みたいなね、ああいう方も多分天皇陛下、お天道様、ご先祖様大事にしてるのかなとか、まあ、そういうマインドがあればね、あれば、ね、はい、日本人にね、だいぶ近くなると思ったら、はい、これ合ってますかね。いや、全くその通りです。 ありがとうございます。やった。だから結局それは教育直後の精神そのものですね、はい、教育直後自身には天皇ってことは入ってないですけども、はい、やっぱりこのご先祖様、そしてその神を敬うって、はい、これもご先祖様のご先祖様が書いてあるからね。そうですね、そうです。ご先祖様がだんだんこうね、みんなでこう拝んで高まっていくと神様になるからね、はい、日本伝統ですからね。日本を一つの家とした時の総本家というか、はい、中心にいらっしゃるのが天皇陛下ですから、だから天皇陛下を敬い、ご先祖様、はい、そう神様を敬うっていうのはもう本当に体系の中の話なので、非常に本当その通りです、はい、ありがとうございます。これ以外の要素はいらないし、なるほど、外せる要素もないです。お、ありがとうございます。完璧だと思います、ね、ありがとうございます、はい、もうこれがだからいわゆる国体と言われているものの本質じゃないかなと、はい、私は自分でいろいろね、経済で読み解く日本史とか書いて、はいはい、こういうことかなと思ってやってるんですが、私も全部拝読させて。ありがとうございます。ありがとうございます。で、最近このね、はい、一番その根本である天皇陛下について、うんうん、天皇が偽天皇になったらこの国終わりですよ。そうですね、もうそれはもはや日本ではない、ね、ではないんですよね。もう日本という国語を名乗るのもちょっとやめてほしいぐらいですよね。東アジア共和国とかそんな感じでいいんじゃないですかね。なるほど。そうならないようにしようってことなので、はい、なるほどね、そうなっていいってことじゃないですよ。そうならないようにどうしなきゃいけないか、はいはい、でそこで問題なのは皇位継承についてなんですが、はいはい、武田先生はね、ずっと皇位継承についてですね、はい、いろいろ気をつけなきゃいけないことがあるよと、はい、一丁目一番地だよということをおっしゃってこられたんで、その辺をぜひですね、私の YouTube のね、はい、ご覧の皆様にもお伝えしたいなと思って、今日はぜひお話をしていただければと思います。宮内庁の住所ご存知です？宮内庁の住所、はい、皇居の中ですか？はい、そうです。千代田区、千代田区、あそこどこなんですかね、はい、長田千代田区、千代田、1の1の1なんですよ。おー、ど真ん中ですね。もうこれ以上美しい住所は存在しないんです。千代田区、千代田、1の1の1。そうなんです。これ一発断しました、はいはい、で何が言いたいかというと、はい、日本の国体って考えた時に、はい、いろんな要素あると思うんですけども、はい、やっぱり日本人が最も守んなきゃいけないもの、はい、そこのですね、はい、ど真ん中、はい、まあ、それが1の1の1。これこそですね、天皇のご存在であって、はい、で天皇とは何かって話なんですけども、はい、能力主義で勝ち取るものではないし、はい、人気でもって選ばれるものでもないし、まあ、努力して掴み取るものでもないわけですよ、はい、もう生まれなんですよね。そうですね、もうその時から決まってるもんです、はい、でこのことを言うとですね、はい、血筋だけなのかとか言うんですけども、はい、血筋だけなんですよ。血筋以外の理由で即位した天皇は歴代ないんですよ、ね、いませんね。これもう2000年この方これでやってるわけですからね。でそういうことで言うと自分の涙もないと言うんですけども、はい、だからといってね、はい、そんな気質でもいいとか、はい、国民を顧みない天皇でいいとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、むしろ血筋を重んじてきたからこそ現在の天皇陛下も生まれた瞬間、はい、将来天皇になる方だと言われ、はい、ご本人もそういう自覚のもとで、はい、平成だけで30年間皇太子として磨き上げて、はい、そして今のお姿があるわけなので、はい、いやむしろ大人になって40代ぐらいになってから、はい、ちょっと政治やるかとか出てきて、ね、アメリカで大統領になりましたみたいな、それはそれで立派ですけど、やっぱ生まれた時に決まってるっていうのと、うん、歴代天皇が立派であられたということは僕は関係があると思うんですよね。だから血筋を無視した話で、この 血筋っていうのは、はい、血がつながってたら何でもいいかって話じゃない、じゃないんですね、これね。でここで出てくるのが、はい、このチャンネル見てくださってる方はもうご存知だと思いますけども、はい、男系により継承されてきた、はいはい、そうですね。でこれもし2000年間、はい、女系により継承されてきた皇統というものがあるんだったら、はい、私はそれをね、守るというわけです。そうですね、これ2000年の重みですね。母から娘、娘からさらに孫娘っていう、はい、これがあるんだったら守んなきゃダメだと思いますし、はい、これ好きとか嫌いとか関係なしにも事実として男系により、例えばお父さんが天皇とかお父さんのお父さんが天皇というように、はい、歴代天皇の男系の血筋を引いた人しか天皇になってこなかったわけなんで、はい、もしその血筋じゃない人が天皇になってしまったら、はい、これはですね、ここ問題なんですけども、はい、そんなもの天皇じゃないと、うん、
いう人もいます、はい、まあ、私みたいに、はい、いやでも血がつながってたらいいんじゃない、俺は認めるよっていう人も出るわけで、はい、で私思うにこうやって意見が分かれることは問題だ。なるほど。つまり現在の天皇陛下が天皇であられることに疑問を挟む人いないですよね、はい、俺は認めないって、それなんか共産党ですら認めないですから。そうですね、確かに。だって大嘗祭の日に東京駅前で大嘗祭反対とかやってデモがあったって言ってニュース見たら参加者がなんか8人だから、ね、それよほどおかしな人、おかしな人ですね、はい、確かにね。で誰も疑う余地もないわけですよね、はいはい、ところはもし断権の血筋を引かない方が天皇になったら、はい、俺は認める、俺は認めないって分かっちゃう、分かっちゃいますね、確かに。これ問題ですよね。そしたらですね、選挙の公示をなさるのは天皇ですから、はい、それで選ばれた方が国会議員になるんですよね、はい、もし俺はあの天皇認めないんだって言ったら、そんな認めない天皇が公示して始まった選挙の結果、俺は認めないって選挙無効だ、この政府は偽政府だってなっちゃいますね、なっちゃいますね。でその国会で審議して通った法律なんて、俺はそもそもこの天皇認めてないから話になっちゃう。なっちゃいますね、革命起こっちゃいますね。そうですね、日本の権威のど真ん中なので、はい、これは火の打ち所のないものにしなきゃいけないんです。なるほど。だからいわゆる女系と言われますけども、はい、別に女系というのは嘘で、あれは男系でも女系でも何でもないものですよ、はい、例えば愛子内親王殿下が田中さんと結婚して生まれてきた田中君が将来天皇になったとしたら、はい、これ男系をたどっても歴代天皇に行き着かない、はい、女系をたどっても歴代天皇に行き着かないので、うん、これはよく女系、男系じゃないから女系って言うんですけど、女系でも何でもない、男系でも女系でも何でもないものができるだけなんですよね、はい。